維新の正体奇遇で、産経新聞2022年5月8日、自民茂木氏大阪で身内に甘い維新と批判。茂木さん自身の説得力は別として、私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実を探って Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんです。そこで分かったのは、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、単に揉めさせるために作ったんやなと。資本だけが自由に楽しく暮らせる、社会共産は必ず痛い思い、辛い思いをさせられる。今現在我々日本国民は資本主義国、敗戦国なので、日米同盟があるからなんとかなっているっていうのを念頭に置いて、残念ながら我々日本国民にとって自民しかダメなんよ。維新はコミってる系やと思うよ。コミってるってコミンテルン、国際共産党系、日本共産党や中国共産党の大元、プッチンプリみたいな名前の大統領が一番最初にいたのがソビエテタ連邦、トモさんと、あ、トモさんって共産のことやねんけど、そこと同じ組織。これを言うとコミッテルはもう消滅したんや言うて怒ってきたやついましたけど、コミッテルの指導団体っていうのが昔から分かってて、それが自由なおそうめん屋さんって私呼んでるんですけど、自由、フリー、おそうめん、メイソン、これは後ほど。記事によりますと、自民の幹事長茂木さんは8日大阪市で街頭演説し、夏の参院選ぶやつを睨み、維新との対決姿勢を鮮明にした。維新を創設した橋本の徹さんを念頭に、創設者は元コメディアンの善田さんがトップやってるウクウクのところの情勢をめぐり、プチンプリみたいな名前の人が大統領やってるところ、ロシロシよりの発言を繰り返している。残念ながら維新の国会議員は何も言えない、身を切る改革ではなく身内に甘い政党だと批判した。創設者の方ってお若い頃は友さんがあかんこと知っててんで、ほんまに今の人オリジナルな。私の友達は洗脳やって、今の日本ではそんなすり替えなんてできへんとか言うねんけど、あちらこちらにせっか工作員っていうのがいて、せっかっていうのは思想を友さん主義に変えることやねんけど、私友さんが悪いものって全く知らん時に、それって友さん系ですよねって指摘されたことがあんねんけど、あの創設者の方に、え、友さんってあかんのダメですねって突き放されてんけど、あの関西でとても有名な歌手やったジンジンさんが最初高ってやねんけど、あの方がこの世を去ったと同時に数人なんか違う人に変わったとか勝手に思ってんねんけど、私の妄想かもしれんねんけど、まあ、とにかく今はコミってる系やわこれ。で、記事読んでしまいますね。政治の安定には参院選ぶやつ勝利が不可欠として次のように訴えました。野党に大阪や日本の将来を任せるわけにはいかない、自民に力を貸してほしい。これね、自民に力を貸してほしいというより、自民を選んでとりあえず自民の赤い酸っぱい変なやつも通してしもて、後でギバリンゴするから維新を含めた野党を壊滅惨憺たるものにしていく必要があるねん、ほんまに。維新の正体奇遇れで、私維新は奇遇れを作った上田拓海系なんやなって分析しています。私先人の書を紐解くきっかけとなったのが、社会統計の実に偉いとされる学者さんが非常に残念な方で、名誉教授のおじいちゃんやで。社会統計って一体何なん？それとそこの責任者が定年して私と仲良かった方に友さん委員として生きていく宣言をした。友さんって共産のことやねんけど、それ聞いた時これまでのことが納得できたんですね。その時は共産と社会の窓主義があかんこと分かってましたから。社会党っていうのは社会の窓主義インターナショナル、国際組織に加盟している厄介なところ、社会の窓、余計な窓つけてます。で、社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めてるのが社民の福島みずほやねんけど、社会の窓主義インターナショナルとコミッテル、コミッテルはコミッテルのこと、コミッテルはもともと同じ組織やったんです。
恐ろしい、の核の命が成功して、第二インターナショナルが分裂して、第三インターナショナルコミッテル国際共産党というのができて、そしてもう一つ社会の窓主義インターナショナルができたんですよ。だからコンテマルクソー、カール・マルクソー、本名モルデカイ、自由なおそうめん屋の会員やって、底辺の人々を束にして暴れさせる手法を編み出したおっさんやねんなって私は分析しました。労働組合とかはカール・マルクソさんの主義やからね。万国の労働者よ団結せよ。労働組合は労働者のための組織ではなく国際組織なんですね。で、維新できた時、ミンスの連中わんさか入り込んでるんですけど、ミンスの議員って労働組合の組織票で送り込まれてくる厄介な連中なんですね。で、維新気暮れの顧問をなさっていた谷畑隆さんが維新の幹部にいらっしゃったんですよ。で、谷畑さんは一番最初の政党社会党で、日暮れを作った方の上田匠さんの秘書を務めてたんです。この上田匠さんの一番最初の政党が日本共産党、次に共産党系の日本の声に行きました。日本の声は新ソ反中共の左翼党派、ソビエテタ連邦大好きやけど中の国の友さんは嫌いやでっていう政党。上田匠さんは元部落解放同盟委員長をなさっていました。人権、中小企業、国際交流の上田の匠を売りにしていたこともあって、特に非差別部落における中小企業振興で力を振るった、キャベツがなくなったら飯の食い上げだと発言していたこともある。怖いね。最も注目すべきなのが1979年にお米の国って書くところへ亡命した元ソビエテル連邦の国家保安委員会 KGB 少佐レフチェンコやつが著書の中で上田のことをウラヌスって呼んでて、日本社会党内におけるソビエテタ連邦のスパイ協力者の一員であったと指摘してて、丸山の小高さんが維新にいらっしゃった時、北方の領土は戦の層をするしか取り戻されへんでっておっしゃって、それが問題になって、維新の連中かばったったらええやん、うちの若造がとか言うて、でも丸山さん放り出して、片山の虎之助と馬場の信行が恐ろしやにお詫びに行きました。やっぱりくーちゃんがやってるロシロシはコミッテルの体制そのまま、核の命が起こって新しく政府を作り直した時にある勢力が入り込んでんねんけど、そのままっていうことじゃないの、その勢力がコミッテルやねんけど、日本共産党と中国共産党はそこの部下みたいな感じ。レニンのおっさんが、ほんまはレイやねんけど、レニンのおっさんがコミッテルを作ったんで、コミッテルはもう消滅したことにはなってんねんけど、コミッテルの指導団体が自由なおそうめん屋さんって分かってるやん。で、おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国が、お米の国って書くところアメリカ、でんでんじいさんがやってんねん。私は反米を刷り込んでくるやつってコミッテル系やねんなって冷ややかに見ています。お米の国って書くところの後ろにはおそうめんとイギリスがいます。盛大なプロレスが行われてる。コミッテルは悪者担当ってことで、我々日本国民は日本を石化させてはいけない。とにかく嫌でも公明がついててめっちゃほんまは嫌やねんけど、自民しかないねんでって私は言い続けます。で、よく自民信者とか言って攻め立てようとして嫌な気持ちにさせようとしてくるやつもコミッテル系なんやろなってニコニコしながらそうスルーしておくといいですよ。言いまかそうとか論破してやろうなんて時間の無駄やから、ガムシ、これが一番ええの。トモさん主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配して指令によって動かそうとしてきます。トモさん主義者って身内に厳しくて、任務が遂行できなかったら自己批判に応えろなんて意味不明なこと言われてボコボコにされるみたいで、左の翼の人たちの日本語遣いちょっとおかしくて意味が違ってくんねんけど、自己批判、トリビアン、ボコボコン、イタイタアーンっていう儀式に持ち込まれはんねんって。だから工作員にとってガン虫が一番の恐怖で、お話
対話してもらえなかったら洗脳もオルグもできへんっていうことやね。維新の創設者の方、昔々はとても紳士やったんよ。で、テレビ出演なさってた初期の頃なんてまともやったでしょ。北の金ちゃんの国では金ちゃん兄と妹セットで何組かいたり、プーちゃんの奥さんが昔夫帰ってきたら別の人やったって言うてたとかあるし、人当たりのいいのをバンって出して人気者にしてうまいことを操作していくかなぁとか思いながら、小池のゆりゆりとかも見てて、なんかゴムゴムシーの出てくるし、一体何なんやろなとか思いながら、この状況がとても恐ろしいことやねんけど、めっちゃおもろいな。しかし私全く見てないんです。実はタレントになられた時から私はほとんど見てません。そこに時間使うより本業がめっちゃ忙しくて、それどころじゃなかった。しかし私、引き寄せの法則めっちゃあって、望んでもいないのに大阪市の駅前 で創業者の方の洗脳教演説の場にいて、この時私は東京在住でたまたま大阪にいたんですね。でお友達のお店に向かってた時なんですけど、で橋本さんの演説があるから言って、わらわらと人が集まり、友達にちょっと遅れるわ言ってちょろっと撮影して、約束があったのでその場を去りました。この洗脳教の演説の時は全く分からなかったんですけど、別のテレビ番組で報道されている踊る感じでめっちゃノリノリで演説している人、これ本人かっていうのあったし、ちょっとみんな探して見てみ、え、こっから違うんちゃうのって私は思ってた。何しか大阪市民、大阪府民の皆さん、維新ティグレで検索してよく見てごらん。テレビに騙されないようにしてくださいね。